はい、今回は、韓国の、シニア囲碁リーグから、趙治勲名誉名人の一局を紹介したいと思います。はい、お相手は、金さんっていう方ですかね。九段の方です。じゃあそれでは見ていきたいと思います。趙治勲さんの黒番ですね。これは非常に最近は珍しいハサミですね。この形は久しぶりに見ましたね。つないで、次ここのね、急所を見ています。早速行きましたね。まあ、白もカカリで守ったりね、していれば普通なんですけど、すぐ行きました。まあ、この手で例えばこういう手を打つと、ここにつけるのがね、一つの筋になりますね。こうやって打つと、2目取られてしまいますから、まあ、コスミツケとかになるんですけど、これは辛いんですね。まだ急所残ってますし。ということで、ここに守る。それで、ここに守りましたと。まあ、いつまでたっても急所にいるのでね。まあ、こういう別れになりましたね。まあ、なかなかいい別れでしょうか。まあ、どちらかといえば黒不満ないでしょうかね。なんとなく。ここ熱くなってね。これはいい字ですよね。これで字になれば。効率も良さそうです。こうやってね、堂々と入っていきましたね。こちらに入るのも、考えられると思います。こうやったらこういうような感じですね。まあ、挟んできたら、まあ、こうやって付け切るか。まあ、三々に打つかですね。こういうような形。で、打つことも考えられますね。まあ、実戦は厳しく、こちらに打たれました。まあ、この別れでも、不満ないかなと思います。ここ出切りがちょっと気になるので、一手必要でしょうね。抜いて。まあ、ちなみにここはね、肩ぐらいで結構、例えばこうやるとね、こんな感じで、踏み込むこともできるかもしれませんね。まあ、こういう手に対してはこう切っちゃったりね。こういうような感じで、さばくこともできますので、ここに消すのもね、一つの手段です。そうですね。これは、まあ、まだこうやってもこうやって、まだこうなので、黒は手を抜きましたね。肩じゃなくて、こうやりましたね。肩の方が安全かなと思ったんですけど、これはまあ厳しい踏み込みですね。まあ、これでも、この形になればさばけていますね。ここはもう捨てて、打つつもりですね。白も、これで取ることはできますけど、取るとこういうとこが効きますので、これで足りないという判断だと思います。まあ、これはちょっとコウ立て作りの意味もありますね。黒はこれで、あれですね、冷静なというか、形勢いいですよというような打ち方に見えます。
これで解消しました。これで実際はどうでしょうか。まあ、黒はね、形勢いい打ち方をしていると思いますがね。はい、これで黒の4目半勝ちという結果でしたね。はい、やっぱり計算ができていて、はい、よかったです。はい、そうですね。ここは明るく捨てた判断や、ここ大きく荒らしてね、優勢になったかなと思います。はい、じゃあ今回はね、こんな、一局でした。はい、じゃあこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。